皆さんこんにちは、白熊ゲームの白熊です。今回はコナミの新作サッカータイトル e フットボール2022が発売になりました。コナミの柱を入れを捨てて挑む今作は基本プレイ無料ということで本気を感じます。フットボール e スポーツとしてのスタンダードになるべくプレステ4、5、Xbox S、X、One、PC、Steam、そしてモバイルの Android とマルチプラットフォームによるクロスプレイに対応予定です。モーションの新しい試みやクロスプレイの影響からか、操作性やゲーム性も全く異なる味付けになっています。現時点では不確定ですが、クロスプレイは行っていないと思いますが、発売当日、操作性や PS4 版の圧倒的なグズグズ感や、前作からの操作性の変更、コントローラーのコンフィグ設定の不具合、長時間マッチがしない、試合中にダウンと全くテスト不足を感じさせる仕上がりに失望。SNS では大炎上し、各種評価も圧倒的不評を獲得し、安かろう悪かろうが前面に出た仕上がりになっています。ということで早速プレイしていきます。このゲームはアーセナルのホームエミレーツスタジアムで行われます。チームのユニフォームに身を包んだたくさんのサポーターがスタジアムに詰めかけています。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあゲーム開始です。アーセナル対コリンチャンス、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう？トーマスパーティーですよね。やはりあのスタミナと守備能力には注目したいですよね。ボールを奪ってからの展開というのはチームにとって大きな武器になりますよね。守備的な選手と思われてるんですけど、強力なシュートを持っているので相手は油断できないですよね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。ニコラ・ペペからラカゼット、ラカゼットからニコラ・ペペ、来た、いや高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。ジウ、起きましたよ。裏へ届くか。ここで受けてクロスを上げる。頭だ。いや、今日クロスを頭で合わせてきました。最後崩されましたよね。突破されて中央を守りきれてないですよね。今のジョー、調子を生かしてのフィニッシュでした。パブロマリ、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。柔らかいボール、いいと入りますよ。
ニコラ・ペペ、いい展開ですね。上げてきた、コリンチャンス、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ジョー、ここは奪います。ここでファールがありました。オフサイドです。向かい坂、ディーラン・ティアニー抜けてくる、スルーパスを出す、ジョーに渡る、あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。アーセナルペナルティーキックを与えてしまいました。選手が抗議しています。しかしこれは PK です。ここで先制のチャンスを迎えています。これを決めるとこの後の試合のペースつかみやすくなりますよね。止めた、こぼれた、弾いたボール、これはキーパー、ここでも横飛び余儀なくされます。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。ここはショート、あー、いい展開ですねと呼んでいた、裏のスペースを狙う、広くピッチを使えてますよね。ニコラ・ペペ、危ない、ニコラ・ペペ、守備陣クリア。ここで前半が終了しました。前半0対0、両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。せめぎ合いの状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、この後優位に進めていくことができますからね。そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。アーセナル対コリンチャンス、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。さあ後半スタートです。0対0で入っていく後半です。長いボールを入れます。これはスローインとなります。オテロ、パブロマリ、ガブリエウ、ガブリエウから右へ、思い切ったディフェンスを見せてきました。スミスロウ、ブカヨサカ、ティーラン・ティアニ、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。もう一度上げる、これは合わせたかったですよね。コリンチャンスがここでファウルを取られます。これは合いません。ゴールキックです。
ハミロ、いい守備で奪う、スルーパスを狙う、シュート、先制、アーセナル、ようやく均衡を破りますアーセナル。見事なラストパスからのこのゴール。いやディフェンスとの駆け引きが素晴らしかったですよね。一瞬のタイミングなんですけど、うまくスペースに抜け出しましたよね。フィニッシュも冷静でいいゴールでしたね。アーセナル先制1対0です。大きな1点になりましたよね、はい、ゲームが動いたことで両監督がどう動くのか、そのあたりも注目したいですよね。なるほど。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ選手交代したりプランを変える時間帯といえますから、相手にしっかり対応して失点しないことを気をつけたい状況ですよね。ここは読んでいました。ファビオ・サントス、これはファールです。ここはつながりません。さあ持っていく、自分で行く、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。抜けてくる、ちょっと伸びてしまいました。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。ニコラ・ペペ、このボールをカットします。アーセナルとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。ここで笛です。1対0アーセナル勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。アーセナルとしてはこの内容でいけばもしかしたら 0-0 で終わってしまうのかなっていう感じもしてたと思うんですよね。うまくコントロールしましたよね、その辺はね、メンタルを。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。アーセナルが1対0での勝利となりました。